最近の冷凍食品って本当に美味しいですよね。食品加工に関する技術、フードテックの革新がフードロス問題や世界の飢餓を救うことにもつながっているんです。サステイナブルディベロップメントゴールズ、通称 SDGs とは、2030年までに達成すべき持続可能な開発目標。世界レベルで取り組む活動を見ていきましょう。知りたい SDGs。 人々は冷蔵技術のない昔から干物や塩漬けなど常温で長く食べられる保存食を作って飢えをしのぎ、食べ物を無駄にしないように工夫してきました。近年では肉を使わない代替ミートや完全栄養食のパン、代替タンパク質などのように食べ物を加工する技術、フードテックが世界中で目覚ましい発達を遂げています。そんな中、最新の冷凍技術を使って SDGs に取り組む企業があるんです。こちらは東京都品川区にある特殊冷凍テクノロジーに特化した会社。この企業の取り組みとは。独自の冷凍技術を使ってフードロス削減に貢献しています。いびつな形や傷があるなどの理由で廃棄されてしまうフードロスのフルーツや野菜をこの会社が仕入れ、独自のノウハウやテクノロジーで冷凍加工。特殊冷凍の特性を生かし、添加物を一切使用せずに高品質な長期保存を実現しました。これまで無駄とされていたものを価値あるものとして生まれ変わらせ、商品化することでサーキュラーエコノミーを体現しているんです。さらに生産者の近くに加工場を設け、フードロス削減を加速、より高品質な鮮度維持を実現させるなど、国内初の特殊冷凍シェアリングシステムを展開。第1弾となる長野県豊岡村のシェアリングファクトリーは、地域おこし協力隊とともに実施し、未活用地の開拓や新たな雇用の創出などによる地方創生への貢献も期待されています。さらに規格外などの理由で廃棄されていた果物を冷凍テクノロジーで加工した新食感フルーツを開発。全国に足を運びながら出荷先を失った果物などを買い取って加工することで、フードロス削減と生産者支援までを行っているんです。より多くの方に使っていただくために、購入だけではなくてシェアリングであったりレンタル、そういった取り組みを行っていきたいと考えています。そもそも野菜やフルーツは生産者さんの苦労や愛情が詰まったものなので、廃棄したくないですよね。